できるようにしたい。この子が初めて挑戦するので、親子3人無事ゴールできるようにできたらいいなと思います。まあ、とにかく沿道の方と楽しくハイタッチしながら、あと PR ですね、さっき言った太平洋踊りの PR を本町組のしてから、楽しく完走を目指したいと思います。Thank you.
そうですね、素直に勝てて嬉しいですし、とマラソンがやっぱ私は本番なので、まあ、今回勝てたのをからまあさらに上げて、まあ、青島太平洋マラソンで勝てたらいいなっていうふうには思ってます。まあ、将来その2時間20分切るくらいまで成長したいと思ってますので、とこれをステップにとさらに成長していきたいなって思ってます。